ベトムント・フェーゼンマイヤーはナチスドイツの政治家。ハンガリーとクロアチアでホロコーストに関与した。フェーゼンマイヤーはエルンストカルテンブルンナーとヨアヒム・フォン・リッベントロップの部下でアドルフ・アヒマンの協力者だった。1904年、オーバー・シュタウフェン・ケンプテンの学校教師、フランツ・クサーバー・フェーゼンマイヤーの息子として生まれる。1923年から、 ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンで政治学を学び、1926年からはアドルフ・ベーバーに支持し、1928年に博士号を取得する。博士号取得後はミュンヘン工科大学とベルリンの大学で経済学の講師を務める。1932年、ビルヘルム・ケプラーの仲介でアドルフ・ヒトラーと出会い、2月1日にナチ党に入党。 1934年4月から経済問題研究委員会に所属し、6月には新英隊に入隊した。フェーゼンマイヤーはケプラー委員会での活動を通して経済界との関係を構築した。1937年4月、オーストリア問題全権委員に就任したケプラーの代理に任命され、ヒトラーに指導力不足を指摘されていた。 オーストリアナチス指導者のヨーゼフ・レオポルト排除を実行し、ウィーインを拠点にオーストリア企業を監督した。九百三十八年二月に、ヨアヒム・ホン・リッペントロップにより、オーストリア大使に任命され、アンシュルス後も大使職を保持した。大使就任後、フェーゼンマイヤーは、リッペントロップの命令で、九百三十八年十一月から九百三十九年三月に、 かけて、ブラチスラバに数回派遣され情報提供者と接触し、ヨゼフティソを新独政権の主犯にするため尽力した。また、1939年8月には、ダンツヒに派遣され、ポーランドとの海戦機運を高めるための工作に従事した。1940年3月からは、イギリスに対してアイルランドを中立に移動するための計画を委託された。 1941年4月、ドイツのザグレブの外交スタッフになり、ウスタ社のアンテパベリッチの擁立を支持した。1941年から1942年にかけて、クロアチア独立国とセルビア旧国政府のパルチザンとユダヤ人の迫害、殺害に重要な役割を果たした。1943年の春から秋にかけて、ハンガリー王国に派遣され、 セッショホルティ・ミクローシュの監視を任された。フェーゼンマイヤーは、ホルティが数軸国から離脱しようとしているとして、ハンガリーに軍事介入するように、ヒトラーとリッペントロップに報告した。1944年3月19日、ヒトラーは、マルガレーテ作戦合を発動し、フェーゼンマイヤーは、ドイツに占領された、ハンガリーの大ドイツ国の正式代表者である、 ハンガリー駐在特使に任命される。1944年6月13日付の電報でフェーゼンマイヤーは外務省に45の車両と92の列車で合計289,357のユダヤ人をカルパチア山脈とトランシルバニア地方から輸送すると報告している。15日には立ントロップに34万人のユダヤ人が 帝国に発送されたたと電報で語ったまた、ユダヤ人問題の最終決裁の後、強制送還されたハンガリー系ユダヤ人の数は90万人に達すると発表した。ハンガリー系ユダヤ人の輸送に関しては、国家保安本部のエルンスト・カルテンブルンナーに報告を挙げていた。1945年3月に、 ザルツブルクでアメリカ軍の捕虜となる。敗戦後に大臣裁判にかけられ、1949年4月11日に犯罪組織のメンバーで人間性、奴隷性に対する犯罪のために禁錮20年の判決を受けた。1951年1月31日に中ドイツ高等弁務官ジョン・ジェマクロイの指示により10年に減刑され、12月に釈放された。 ケーキは、フェーゼンマイヤーの関与したとされる、殺害人数一人につき、約6分相当であった。1953年のイギリス情報機関の報告によると、元国民啓蒙、宣伝省次官、ベルナーナウマンが設立した、右翼団体、ナウマンサークルに加入し、自由民主党への潜入を模索していたという。その後は、ルーベのフランス企業ペネルフリーポの、 ドイツゼネラルマネージャーを務め、1977年にダルムシュタットで死去した。ありがとうございます。